ルちゃん、ちるちゃん、ちるちゃん、でこんなに元気になった。ちるちゃん、ちるー、ブーブーって怒るようになったのね。見て、こんなに元気になった。もうこんなにプンプンしてるのに、ちるちゃん賢いから、この目のね、おできがあるので、目にタリビットっていう軟膏状のね、目の薬があるんだけど、それを塗るんだけど、その時はね、怒らないの。ね。だってなんか眼球に薬塗る時の方が起こりそうなものなのに、なんかちゃんとなんか治療してくれてる、なんか自分に危害を与えてるんではなく治そうとしてくれてるっていうのをちゃんと理解してるから怒んないんだろうね。だって眼球にさ、塗り塗りするのにさ、その時は怒らないのに。ちょっとシャワーらしてっていう時はもうこんなに元気になったよ。うん。かわいい、ちるちゃん。これね、傷跡が痛々しいけど、こっからザクッと傷があって、で、ここが一番深くて、食べたものが出ちゃってたのね。で、2箇所っていうか、まあ8の字型っていうのかな、瓢箪型っていうの、うん、こことここのもう皮膚が壊死していて、でその壊死した皮膚の下にこの新しい皮膚が再生したんだよね。なのでちょっとね、皮膚がくぼんでる。うん、でそのくぼんでるところにさらに深く傷があったところが漏れてたのね。でそこを縫いました。もう抜歯もして傷口完全に塞がったようなので大丈夫だと思うんだ。こんなに元気なんだもんね。眠くなりましたか、眠くなりましたか、ちるちゃん、ちるちゃん眠くなりましたか。いい子いい子、買い替えしますよ、買い替えしますよ、買い替え買い替え買い替え。そのおできが早くね、仕込んでくれるといいね。眼球から血が、眼球っていうかこのね、この一体が、ちょっと保護した時の画像をここ貼っとくけど、ものすごい腫れ上がってて、でこの上の部分からこのポチッとしたのがね出てきたんだよね。こう腫れが引いて、このポチッとが、なんか海かなーってちょっと気にはなってたんだけど、ぷくってある日突然出てきた。ちるちゃんさ、あのこっちのお目目が見たいんですけど、こっちのお目目がダメでしゅか、ダメでしゅか、ちるちゃん、かい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 、こっち、ちるちゃん、ちるちゃん、かいかいしましょうか、かいかいしましょうか。眠くなっちゃった、眠くなった、ちるちゃんくちばしもツヤツヤですね、かっこいいね、ちる、足も爪は真っ黒、全部
全部の爪が真っ黒。もうほんとよくどこにでもいる灰2匹、灰色でこの黒い線が2本入ってるので灰2匹テオくんとポッピーとすずちゃん、みんな灰2匹ね、みんな一緒でしゅ食べてこんなうんブーブーこんなに元気になりましたよ、チルタン。で、チルちゃんはね、この目の端っこに白い羽がちょびっと、ちっちゃいのがちょびっと、ここに。あとここにも白いのがちょっとこんなのぐらいだ。見してよ。あとね、お腹にもちょっと白い部分がちょこっとある。後ろちゃん一族のあれかもね。うん、痛い、すっごい元気。うん、ちょっと退屈だったもんね、ずっとね。まあ、それどころじゃなかったもんね、だって食べたものが出ちゃってたんだもんね。気づく力痛かったよね。ほんと縫ってすぐ早かった。縫えるとねやっぱり早いですよね。なのでまあ保護してすぐね、傷口がなんかちょっと言い方はあれだけど、傷口が新鮮なうちにね、縫えれば、縫った方がほんと早い。もう時間経っちゃってちょっと皮膚が腐ってきてたりすると、寄せ集めて縫うっていうのがこれ難しいので、なのでまあチルちゃんの場合はもう大きい傷がもう表面がね、表面の皮膚がもう腐って取れて、でその下に新しい皮膚ができていて、まあ、それでも一番深いところの穴は塞がってなかったので、そこを縫ったっていう感じで。むぐ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 。でちょっと段階を追ってね、ほんとかわいい、この子はもうチルちゃん、かい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 チルちゃん、ちょっとピンタってないかな、ピンタった、聞こえた今の鳴き声、グーグー。男の子だと思うんだけどな、チルちゃん。グー。もうね、やっぱこういう子をお世話してるときは特にまめに手を洗うので、なのでもう手がガッサガサになっちゃうよね。でやっぱりハンドクリームとか塗っちゃうとなんかちょっとやっぱり
どんなになんか薄く塗ってもなんかねベタっとするような感じになるので、お世話まめにしてるときはどうしても手がガシャガシャになっちゃうんだよな。かい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 、あ、ちるちゃんかわいいお目目が、ちょっと今親指の爪がネイルが取れちゃってるので、もうね走行剥離症が治んなくてね、もう剥がれ爪これ剥がれてるんだけど5年経つか、え、もっと経つか、あ、でも5年か、5年、全然治んない。うん、ちるちゃんかわいいね。なんかもうさキリがないな、もうずもうかわいいからさ、ちるちゃんじゅっとさなでなでかいかいしてたいんだけど、ちるたんイケメンじゃない。あ、ほら、ここにここにも白い羽がある、ここにちょぴって、うんうん、うん、うん、ストレッチしたの、すごいすごい、ぐきじゅぐち見して、ちるちゃん。ここ見して。もうここは新しくもう羽が生えてきたの。ここも皮膚がなくて、一番最初にね、取ったのね、もう壊死して、匂ってたので、それは、ここは、取りました。でもその舌がもうどうなってるか分かんないような状況だったので、とにかく湿潤法でね、皮膚が舌の皮膚が再生してくるのを待つしかないっていう感じでしたね。うん、なんでしかチルタン、なんでしか、よし、キリがないから、もうちるちゃんかわいいからもうこんなにだって元気になってくれてもうほんとよかった痛いけど痛いけど、もうこれはもう鳩のね愛情表現のようなものなので、グーグーってねこれでも甘噛みしてくれてんだよね、ね、おばねもだいぶ生えてきてるしほらここまでね、ここまで生えてきた、ここまでほら、うん、真ん中が全部抜けちゃってたんだもんね、うんうん、ぐんぐんかわいいかわいいでこれでもう少ししたら、まあ、今のところね、糞とか、異常がないんで、で、まずは傷がひどかったので、消炎鎮痛剤とかね、あと抗生物質とか飲んでましたから、なんかね、あれもこれもって一気に、投薬するの、なんとなく、まあ、問題ないのかもしれないけど、なんか一気に、どうなのかね。でもなんかやっぱり生きるか死ぬかっていう子だったらもうそっちを、傷、チルちゃんの場合は傷がひどかったので、まあ、そっちをまず専念ね、まあ口の中とか見ても異常はなさそうだったので、まあ、これがねすでに口の中が怪しい粘つきがあるとか糞の状態が悪いとかだと確実になんかね、まあ、口の中だったら絶対トリコモナスなので、じゃあもちろんそれの投薬は必要ですけどもね、見た目で
口の中とか問題がなかったので、で糞の状態も良かったので、ただ念のため悪さをしない程度の、もしかしたらちょこっとね、トリコモナスとかなんかいるかもしれないので、一応お腹の虫の口腸薬の方は、飲んでもらってるので、お腹のニョロニョロはいないと思うんだ。念のためで薬飲ませたけど虫は出なかったので、まあ、コクシジウムとかはね、ちょっと様子を見て、糞の状態がやばいっていう時にはまっすぐ検査して投薬した方がいいですけど、まあ糞の状態がいいっていう時にはまあ急いでね、やらなくても、まず傷が治ってこんなに元気になりましたので、今コクシジウムのお薬は飲んでます。サルファ剤ね、飲んでるね。トリコモナスはね、このそののね検査をするので、口からチューブを入れて、でこのそののその液ね、それを取って、そこにトリコモナスがいるか確認するので、まあ、チルちゃんここに穴が開いてたからちょっと怖いのでね、とりあえずは元気に、あとこの目もねちょっと気になるもんね。まあ段階を追ってちょっとずつ、もうこの傷がもう問題ないっていう状態になったら、トリコモナスの検査一応しとこうね。症状はできてなくても、もしかしたらちょこっといるかもしれないので、まあ、その状態でね、他の子たちと遊んじゃうとみんなに感染しちゃうから、確実に健康チェックで、うん、いないのが分かってからみんなと遊べるから。で、どっちにしろ今この目だからさ、みんなと遊べないじゃないね。よし、すごいいっぱい喋っちゃった。というわけで、ブーブー怒る姿がもうほんと可愛くてしょうがないので、うん、このような動画を撮りました。ではではまたねー。